前半ですでに大量得点でのリードとなってしまいました。後半の巻き返しとなるでしょうか。後半キックオフです。チャンスと見たか、上がっていきます。浮かせたボールで送り出します。サニャ、いい形ができつつある。素晴らしい集中力です。パトリス・エブラ、タッチラインを割りました。スローインです。次々と上がっていった。クロスきた。これは取られます。ここで上がっていったぞ。クリスチアーノ・ロナウド、スペースに走ります。踏ん張ってますがキープできるか。味方につながった。こぼれたボールは、これはアデバヨー。雰囲気があります。ウォルコット、抜群の存在感。バラック、ピッチを駆け上がります。ウェイン・ルーニー、おっとこれはチャンス。ディフェンスを抜いた、前出た、入った。これはナイスシュート。おそらく前を見た瞬間に最後までのイメージが湧いていたのではないでしょうか。クリスティアーノ・ロナウドですから、やはりこんな形でもがっちり持っていきますよね。すごいとしか言いようがないですね。ボールにはウォルコット通った。どうする、チャンスだ。決まりました、ゴールです。点差が縮まります。これは驚きましたね。完全に押し込まれていましたからね。その中で少ないチャンスをものにしましたよ。これで強引にでも流れを引っ込みたいですね。アンリ、フリーの選手が上がってきた。このボールは通さない。分厚い攻撃になりそうだ。テオ・ウォルコット、やはり今日はバラックのゲームになっていますね。狙っているでしょう。ルーニー、ディフェンス陣のうまい連携で攻撃を止めます。ちょっと正直すぎましたが、存在感がありますアンリー。ボールはこぼれています。ナスリ、ディアビ、これは惜しい。スペースを狙いましたがボールを奪われます。アルムニア、ボールの流れを読んでいます。ジェラード、打ってきた、ゴール。おっとゴールが決まって、さらに点差は広がります。さらにリードが広がりました。気持ちが切れてしまってますね。これはもっと入る可能性もありますよ。ワンサイドゲームとなってしまいました。これはファンペルシー、周りを確認したい。ここに皇帝バラック、再び戻す。パス&ゴーも視野にあるか。どちらに収まりますか。ディフェンスにボールを取られる。素晴らしいタックル、ボールがこぼれた。サポートに走るクリスチアーノ・ロナウドがここに絡む。戻します。アデバヨー、パスは通りません。スペースを見つけて走り込みます。ボールは相手の元へ行きます。バラック、チャンスと見たか、上がっていきます。ディフェンス5点、止めた。完全に抜け出して1対1になりましたが、これを止めました。これはもう完全にキーパーを褒めるプレーですよ。よく止めましたね。ジッ、クロスバーに当たった、ゴールです。点差がさらに広がります。これで今日2ゴール。最初のゴールが自信になったのでしょうか。動きがいいですね。蹴る瞬間の動きでディフェンスの対応が一瞬遅れましたね。いい動きですね。この展開を誰が予想したでしょうか。ロビン・ファンペルシー、完全にパスを読んでいました。岡田さん、今日はよくパスが回ってますね。いいですね。非常にテンポがいいですよね。マークずれてますよ。シュートコースが見えたか。ポストだ。ゴールに決まった。追加点です。
点差はどこまで開くのでしょうか。絶好調ですね。このゴールでハットトリック、もう止まりません。大量リードの試合となっています。クリシーがさりげない存在感、ボールがよく転がっています。次々と上がっていった。ここにサニアがいます。これはいい展開になりそう。ここで上がっていったぞ。ジェラードが攻守に効いています。スペースに走ります。ティエリ・アンリー、チャンスになりそうだ。ピッチを駆け上がります。ボールが落ち着きません。前に出しましたが気を抜けません。いいパスがつながった。このボールはどうだ。アルムニアがゴールを守ります。リオネル・メッシ、ミハエル・バラク、フリーの選手が上がってきた。メッシに注目しましょう。ボールを回して味方の上がりを待ちます。つながった、決まった。点差がさらに広がりました。今日2つ目のゴールを決めました。止まりません。最後まで攻め続けましたね。この姿勢が後にも効いてくると思いますよ。チーム力の差が出てしまっているということでしょうか。試合終了です。一方的な内容となりました。試合が終了しました。どうご覧になりましたか、岡田さん。はい、素晴らしい攻撃的なサッカーを見せてくれました。見ていて楽しい試合でしたし、今日は監督も満足していると思いますよ。そろそろ時間となりました。では皆さん、